10月10日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅高です。今日の全引けは772円08銭高の 31,766円75銭となりました。トピックス東証株価指数も 47.22 ポイント高、 JPX 日経100 460.37 ポイント高と、主要3指数揃って 2% を超す大幅な上昇です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 87%、 1602銘柄、これに対して値下がりが約 11% の198銘柄、変わらずは 2% の37銘柄という構成です。全体の9割近く 87% が上昇しておりまして、ほぼ全面高となっています。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。こちらも3指数 2% 近い上昇といずれもなっています。 2% 前後の上昇率です。商いは高水準、東証プライム売買高7億3000万株余り、売買代金が1兆7269億円、活況の目安1日通して3兆円の半分、1兆5000億は優に超えるレベル、1兆7000億円を超える売買代金を全場段階でこなしております。今日は朝方から買い注文を先行しました。東京市場3連休明けとなりましたが、この間先週末にアメリカで発表されました9月の雇用統計が想定の範囲内にとどまったということなどを受けまして、アメリカで金融引き締め長期化観測がやや和らいだということが追い風となりました。6日9日とアメリカニューヨーク株式相場が続伸して戻ってきたということで、東京市場でも買い安心感が広がりました。9月の期末を挟んで9月の月末から10月頭上旬にかけて下落と基調が続いたということなどもありまして、押し目買い買い戻しなどが入りやすかったという側面もあります。前場段階で日経平均株価、時間の経過とともにじわじわ上げ幅を広げる展開となりまして、今日のほぼ高値引け、前場の一番高い水準わずか2000だけ下の水準ということで、ほぼ高値引けで取引を終えております。今年に入って1日として終値が700円を超す上昇となったことはありません。後場どうなりますか。700円を超す上昇で取引を終えれば今年最大の上げ幅ということになります。そういった中で個別に買われた銘柄、あるいは材料が出たところでは、今日は石油関連株が軒並み大きく買われました。中でも原油やガスなどの開発生産を手掛けますインペックス1605が商いを伴って大幅上昇、急騰しています。他の石油関連株も軒並み上げています。中東情勢が再び緊迫化してきたと、地政学リスクが高まってきたということなどを受けまして、世界的に原油価格の上昇が目立ったという流れが追い風となっています。これが収益の追い風プラスに働くという見方から関連銘柄が買われています。逆に全体が上げる中で逆行安となった銘柄としましては、個別に決算を発表して売られている坂田の種1377があります。こちらは野菜や牡蠣などの種子でも世界的な企業でありますが、こちらが前引け段階では 5% を超す下落で取引を終えました。先週末3連休前の6日に今5月期の第一四半期決算を発表しまして、これが減益だったということが失望を誘っています。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。